都心から車で90分で行ける新たな車旅の拠点がオープンするということで潜入調査してきます。特別情報なんかも盛り込んでいくのでぜひ参考にしていただければと思います。家を断捨離してキャンピングカーで日本一周しているガタガタ5号のガッちゃんです。むっちゃんです。はい、現在時刻6時半、ちょっと前、うん、行ってきます。全国33カ所ある日本郵政かんぽの宿、この度その3分の1、10軒ほどの施設で地域と密着した車のスタイル車パークが開業します。キャンピングカーや車中泊される方が安心して気兼ねなく車で泊まれる場所を提供してくれることになりました。遠出が難しくても近場で旅を楽しむ、3密を回避した旅ができる、車旅と相性がいい施設ですね。東京から車で90分、湯の国、山梨最大規模の温泉郷、新日本観光地で全国3位に選ばれ、山梨を訪れる観光客に親しまれます。季節にはいちご、さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご狩りもでき、果実と山梨の祭りが四季を彩る温泉郷です。旅館、ホテルの数は100軒余り、個性的な温泉を備えている温泉郷です。ばあちゃん、ここね、伊沢温泉駅前ね、縄文前期の土器が発掘されてるんだって。へえ、まあ、縄文人が生活してたってことだよね。山梨といったら信玄餅。はい、その通り、武田信玄が有名ですね。信玄のお父さんが伊沢温泉のある笛吹市で生まれて、信玄は甲府市で生まれましたね。あのお勉強の方ね。お昼ご飯をいただきに参ります。本日のメニューはこんな感じです。さあ、ワインが3種類並んでいます。こちらワインに合うこういうメニューがついているんですね。これね、左並んでる順に左から順番に食べたらいいということが判明しました。すごい分かりやすいね。夜のトイレ行ってきます。街灯があるので暗くて怖いっていうことはないですね。あ、ここですね。ちゃんとトイレ明かりつけてくれたる。はい、到着です。
ご飯でございますが、朝からすごいよ。ここまで来て、こんな感じ。はい、いかがだったでしょうか。はい、楽しかったね。ね。とにかく車旅楽しめるスポットが増えてくれるのが嬉しい私たちとしては、本当ありがたい限りです。はい。ぜひ皆さんも一度行かれてみてはいかがでしょうか。うん、本当おすすめですよ。はい。はい。では次の動画でお会いしましょう。またねー。さようなら。いつも最後が合わない。